今沖縄に到着しました。沖縄のね本島那覇です。今日から5泊6日かな、ちびもち娘と一緒に、沖縄旅行です。旅旅ね、暑いよ、びっくり、めっちゃ暑い。ちびもち何してる？なんか付け替えてる。で今ね、那覇空港の国際線の方にいるんですけど、ポータマっていうね、あのご飯サンドしたやつ、あれの国際線の店舗の限定がね食べれるみたいなんで、ちょっとそれをね食べてからホテルに行きたいなと思います。じゃあ早速。見てこれ、自販機なんですけど、沖縄限定のバイアリースのソルティーシークワーサーとか、パイン、石垣パイン、南国マンゴーとかある。サンピンチャもある。あとね、なんかこの辺も見たことないような紅茶系と、あとさ、ここにグアバとかパインある。え、なんかこのコーラとかも琉球コーラなんだけど、グレープソーダもあるし、面白い。え、一旦さ、このグアバ買ってみようか。これちょっと、もしもし、どこ行くの？何してるの？さっき買ったジュース飲みたい？これ飲む？飲む？さっき、うん、グアバ飲んでみる？はい、どうぞ。私サンピン茶。サンピン茶ってな、どんな味やっけ？なんかジャスミンっぽいやつかな。美味しい、ジャスミン茶や。最近もね、ちびもちゃんの口つけるの一緒のやつつけてるから気にしないです。なんでくれますか？ちょっとくれないね。くれない。はい、買いました。なんかこんな色物になってる、パン焼くやつみたいな。ね、ルーローパン。あのほら、台湾で有名なルーローパンのポータマ、ポークおに、卵おにぎりのやつが、この国際線の方のフードコートの店舗だけ食べれるみたい。ほら、なんかここはさ、ルーローパンのやつだよ。はい、じゃあ食べてみます。いただきます。あんする？あーん。卵取ったの、卵。うん、めっちゃ台湾の味。え、美味しい。美味しい。めっちゃ台湾や。美味しい。え、めちゃくちゃ美味しい。あの八角の味がする。すごいよこれ。こんなんだよ。うまっ。食べる？どう？美味しい？なんじゃその顔。え、まさかさ、ここでルーローハン食べれると思わんかった。もうルーローハンだわ、ほぼ。うまい、おいしい。え？あ、待って、グアバ飲む。グアバどうだったん？結局ちびもち飲ましてくれなかった。おいしい、ね、グアバおいしいやん。ちょっとじゃあある程度ゆっくり食べて、ホテルの方チェックインしようと思います。で、その後お昼ご飯食べに行く。あれでも機内食も食べてるから、でもちびもちと私。ホテルに到着して、今沖縄そばを食べに向かってます。宮古そばのね、ドラえもんっていうお店。あったあった、ここ、こちらです。メニューがね、ドラえもんそば全部乗せのやつとかあったり。私はね、あの骨付きのソーキが好きなんだよな。はい、ソーキそばを注文しました。全部乗せててもよかったけど、ちびもち肉はあんまり好きじゃないから。はい、ちびもちさん、ちょっとね、こっち座ろう。こっちに座るよ。そう、一緒に来よう。はい、ちびもちさん食べよう、一緒に。うわ、美味しそう。マジで美味しそう。ちびもち、ちょっと待って、マジで美味しそうだよこれ。これね、宮古そばなんですよ。私初めて宮古そば食べるかも。しかもさ、ソーキが、私絶対ソーキそばがいいんですよ。沖縄そばっていうのはラフテーみたいな感じで、骨がない、なんか三枚肉のやつなんですけど、私はこの骨付きが好きで。ちびもち待ってよ、これ多分でも熱いよ。あっちだ、あっち。はい、どうぞ。あ、かまぼこあるわ。かまぼこ入れてあげる。ほら、かまぼこ、形が可愛い。ちょっと待って、熱いねこれ多分。ちょっと待って、一回冷やした方がいいよ。はい、ふんふんして。できてるかそれ。いける？熱い？うわ、超すごい。おいしい。めっちゃ出汁が濃い。濃いな。おいしい。濃い、出汁が濃い。私これ好きだわ。お肉、うま、
なんか宮古そばって具材が下に隠れてるそうなんですけど、ここのはね上に乗ってるので有名だそうです。うん、おいしいね。テンション高い。いいから食べてくれますか。おいしい。テンションなくてフォークで食べてくれますか。紅芋生タルト買いました。紅芋のタルトさ、梅切りよくもらうじゃん。でもあれの生版だよ。紅芋生タルトめっちゃ美味しそうだけど、うちも食べる？あきる？あーあー美味しい。どうですか？あーじゃない一人で食べる？一口じゃない？うるさい。一人で食べてる。やだ。一人で、ちょうだい。ちょうだいよ。本当にね、もちびもち食い意地張ってて、でもね、食べないときは本当食べないから、もうね、この差が激しくって、だからお店とかでもね、一人前なかなか注文できないんですよ。全く食べないときもあれば、がっつり食べるときもあるし、わかんない。本当にくれんや。あなた。ケチだね、悪そうな顔で笑ってる。最後残りちょっとくれた。おいしい。おいしいやん、これ。なかなか食べるわ。生だ。普通の紅芋タルトって上ちょっと硬いけど、これクリームがトロトロ、めっちゃ美味しい。有名なブルーシールアイスにやってきました。ちびもちがさっき転んでもう超泣いた。大丈夫？めっちゃ機嫌悪。ガン飛ばさないで。わーすごいすごい。ちびたち見て、アイスすごいよ。アイスちゃう、クレープ。うわー、ザクザク、紅芋パイとかある。ちょっとさ、せっかくだったらあの沖縄らしいやつ食べたいので、ほら紅芋チーズブリュレとかこの辺好きそうな。でもこれとか人気のやつある。紅芋塩チーズとか、どうしようか。うわ作ってる。あ、それがいいの。こっちにしようよ。こっちもしくはこっちにしようよ。これがいいの？いちご好きだからなの多分。アイスでもいいよ。アイスする？アイスがこれなんていうの、デニモ？タイモ？この芋のやついいよね。なんかあー、紅芋がやっぱ一番人気なんだ。黒糖とかもある。ノー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 って言って。塩チーズコも美味しそう。あー、島パインココナッツもいいな。どうしようかな。タピオカもある。うわー、あれいいな。タピオカの飲み物、ドリンクも欲しいよね。うわー美味しそう。こんなの紅芋とハイビスカス&マンゴーと塩チンスコ3種類でカラースプレー。どう？美味しい？ハイビスカスマンゴーだこれ。出ていくん。紅芋なんでそっち持っていくん。はい、一緒に食べよ。なんでそっち持っていくん。紅芋、ほんと自分の方に全部持ってって、私に食べられないようにしてる。一緒に食べよう。なんで一人で食べるん。塩チンスコは塩チンスコ、ほら塩チンスコ、おいしい。塩チンスコがおいしいよ。これ食べてみな。これ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 、いやいや言われた。紅芋がおいしい。ハイビスカスマンゴー、ほぼマンゴーだな。なんか沖縄暑すぎてさ、もうアイス今一瞬で溶けかけてる。おいしいね。なんか食べるばっかりしてる。さっきね、服屋とか買い物見に行った、買い物したんですよ。でもほぼ食べ食べだわ。食べ旅行。なんか塩チンスコがおいしい。あ、すごい塩チンスコ、なんかつぶつぶの本当にチンスコみたいなの入ってる。なんかさ、クレープも気になるから明日はクレープ食べに行きたいな。そっち？サメですけど。こっちの方がかわいい。ブルーシールアイス、今食べたやつのやつある。置くやつか、キーホルダーがいいな。ねえ、これかわいくない？これ。おーノーじゃないよ。
知らない間に乗ってる。ね、何してる？尻餅、寝てしまった。寝ちゃった。ここから私一人でちょっと買い物します。見てこれ、地球グミのガチャがある。いや、まあ地球グミだけじゃなくって、こんなぐさ、これほらイカゲームのやつとか、韓国で話題のやつとか、やっぱりこのウルトラマンとかスパイダーマン知らんけど、いや面白くないこれ、やりたいけど。でもさ、これ見て、1個しか入ってないグミが、で300円ってそこそこのお値段だよね。見てこれ、沖縄屋のね1000円ガチャ見つけた。どうなんこれ、なんかこれとか当たりなんかな、琉球ガラス的な1000円だもんね。でこのオリオンビールかわからんけどのスリッパがあったり、お菓子とかシーサーある。これ持って帰るの大変だな。ポップコーンの4点セットかな。この辺ってでも全部当たりじゃない。あ、商品券5000円分とかもあるんや。ちょっとやってみようか。1000円入れたらいいかな。あー、スタートボタンを押すとカプセルが出るんだ。同じ数字が3つ揃うともらえるわけね。あ、そういうこと。え、全然分かってない。あ、スタート押すと押さんねんか。外れたやん。揃ってないよ。え、カプセルどこ？カプセル取り出すぎて、これか。これでどうなる？これなんか入ってる。え、ちょっと待って。待ってさ、待って。1000円で、これはちょっと待って、これちょっと。あ、そういうことか。1000円でこちらが当たりました。まあ一応沖縄のものだよね。あ、だってシーサー持ってるもんね。これなんだっけ？なんかキャラクターだけど、もうそれすら分かってない。ハクション大魔王のなんか妹かなんかじゃない？琉球飲料研究所っていうとこで、これなんかかわいい紫色と黄色でモコモコの泡がついてる、これ注文しました。何回か失敗するかもしれない。はい、いけそうですね。わあ、すごい。うわー、揺れてる。かわいい。これどうやって飲むんですか？ちょっと割っていただきます。あ、もう割っていいんですか？はい、華やかな香りがします。どうしよう。あー、かわいい、すごい。あ、はい、ありがとうございます。あ、かわいい。お待たせしました。ありがとうございます。すいません。あ、かわいい、すごい、こんなのだ。めっちゃ綺麗。アロマバブルの自然派ソーダだそうです。飲んでみるよ。美味しい。ラフランス選んだ。なんかベースの果物も選べるそうで、私はラフランス選びました。この下の部分、あ、でもレモンっぽいかも。ちょっと酸味がある。はい、今ねトゥバラーマっていうお店に到着しました。ここでねちびもちが歌とか踊り好きなんで、それを聞きながらね、楽しみながらちょっとご飯を食べたいと思います。沖縄名物いっぱい食べます。噛みつかまれてます。ちびもち楽しいよ。アンパンマン、ね、アンパンマンでテンション上がりだした、急に。はい、まずねお通しが出てきました。これは一体何だろう。何かわからないお通しを。ちょっと食べてみる。わ、硬っ。カリカリのやつ食べる。あ、する。いらん。はい、どうぞ。自分のとこ置けって。うん、紅生姜となんかね、そうめんみたいなのが上がったやつ。不思議だ。おいしい。なんかベビースターの味がする。はい、私ウーロン茶で、ちびもちがマンゴージュース。マンゴージュース乾杯しよう。乾杯乾杯。おいしい。あとさ、いきなりだけどジーマーミー豆腐来たよ。ほら、これね、なんかピーナッツの豆腐みたいな。これ大好き。プルン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 の感じで。ちびもち、これちょっと入れてあげる。わぁ、すごい。はい、重たい大きいもずくて、めっちゃでっかいの来た。このお塩で食べるそうです。沖縄のお塩かな。はい、これ食べてみる。ジーマーミー豆腐、おいしいでしょ。ちょっと待って、おいしい。このさ、ジーマーミー豆腐の甘いタレがいいよね。おいしい。やば、めっちゃおいしい。これひもちさんもおいしいでしょ。パクッといきな、パクッと。ちょっとずつ味わうんじゃなくて。美味しいやつでしょ、これ。いらんの？でさ、これほら、もずくの天ぷら。これさ、美味しいらしい。今食べてみる？
美味しいよ、美味しいよ。熱い？私もお塩をつけて。待って、美味しい。ジュワってなった、もっちりしてる。めっちゃ美味しいやん、これ。ほら、ジュムスも食べてる。ジュルッツル、ツルッツルというか、もちもちツルツル、ぐっくうま。噂には聞いてないけど、うん、おいしいね。ちょっと熱い。ちょっと待って、ジーマーミ豆腐めちゃくちゃ美味しいな。うまみ豆腐やばい、おいしい。なんじゃこりゃ、あ、おいしい。もずくの天ぷらやばいぐらいおいしいんだけど。切り餅めっちゃ食べてるやん、もずくの天ぷら。あ、始まる始まる。はい、毎度ドラマにお越しいただきましてありがとうございます。
今終わりました。舞台が終わった第1部だったんですね。私たちは、ね、1日に3回やってるみたいで楽しかったね。終わっちゃった。もっと見たかった。その割にはずっと食べてて、なんか楽しみながら踊りたいけど食べたいみたいな感じで、ね、結構食べてた。すいません。タピオカ買った。なんかタロモチが入ってるらしい。おいしい。紅茶ラテベースなんだけど、おいしい。タロモチがもちもちなのかタピオカがもちもちなのか分からん。めっちゃ美味しいよこれ。上のこの白いのがタロモチだよね。で下のほうがゴールデン色なのか、これタピオカ。本当にくれないわ。多分これ取ったら怒るやつやな。